マークメランエステートシェルターウッズにてブライトでやっていきまーす。なんかさ、ブライトくんね、各攻略サイトとかで最強核キラーに普通に位置づけられてて、まあもともと実装時からあこれ強い強いって言ってる人はいたんだけど、全然ね、うん、だけどなかなか難しいから弱い弱いって言ってる人もいて、強い強いって言ってる人もいてみたいな感じだったと思うんだけど、見えねえよ今壊せると思わんかったパキってなったから分かったけどさ、はい、よし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 、こういうのが気持ちいいよな、ブライトな兄貴は。オッケーオッケー。そう、なんかもう全体的な評価としても最強格で満場一致なんやろかよく分かんないねんけどね。でも実際マルチビームちょっとあったって、めちゃめちゃうまいデスリンガーとかブライトにあったらなんかどうしようもないんよな。よいしょ、よし、気持ちいい、これ気持ちいいわ、このロングアタックブライトシノ突進パンチ、トライ感。よし、で今回闇よりいでしものをつけてきてます。シャドウボーンですね。というかね、ブライトをちょっと練習しようかなと思った時にいろいろパーク構成試しててんけど、いやこれシャドウボーン闇よりいでしものあるとないと全然違うわ。マジで見やすい、近距離が見やすい、本当に、うん、そう、やっぱね、闇よりいでしものつける最大の理由ってナースにしろハントレスにしろブライトにしろ近くにいる敵を見やすいっていうのがね超ポイントなので。あれ作ってない、ん、え、なんか、あ、意外と見にくいね、ジェーンのその服も。黒スーツかな。ういデハ打った、いいね、いいデハ回避になったわ今ので。よしよし、んでこんな感じでもうどんどん、結構ブライト楽しいのがさ、まあ索敵能力めちゃくちゃ高いから、このまるでナースかのようなバベチリで見つけた人をどんどん襲っていくっていう脳みそマッスルミュージアムな立ち回りができるのがめっちゃ楽しい。治った作った人どこ行ったんやなと思ってた。そしたら、まあ、見つかった人どんどん追っていくスタイルでいこう、まあ、楽しいよな。よいしょ、マジでな、なんかあともう不死破滅とバベチリっていうオーソドックスな構成なんですけどね。まあ、ほんまはガラクタイゼリーつけたいねんけど、ちょっとねシャドーボーンが快適すぎて外せないね。ってなるとポイント欲しいからバベチリ、不死破滅はまあ窃盗みたいな、これがなんかもうバリューセットみたいな感じに、あ惜しいな今のこっち突っ込んでくるかなって予想でちょっと行ってみたんですけどダメでした。うん、ケルフリダメか、ちょっと甘かったんだけど、まあこれは壊そう、突進くんで壊そう。これで壊した方が若干早いよねやっぱり。オッケーオッケー、この日はそんなに距離は離れなくて、これは普通に殴れるんだ。一発殴ってから、はい、んでダッシュでこのダッシュで最終的に当てるときにさ、クイッて旋回されたりってことも多いブライト君なんですけど、その時もシャドーボーンがあればなんとなく追える。シャドーボーンないとね、最後の突進の時にクイッて旋回してくるサバイバーに対して攻撃普通に空振ることが多くて、それがだいぶ少なくなった、ね、あれだわバベチリで見えてたからね、足跡ないのはさすがにな、うん、どういうことかなと思ったら降りました。よっしゃよっしゃ、いやめっちゃなんか
見えたら追うの脳筋立ち回りでもかなりいけてるな。楽しいわ。これぐらいサクサクやれると楽しいよな。僕の好きな徒歩キラーでこんなサクサクいけるのいないからさ、うん、久々にこういうキラーやれると楽しい。山岡凛とかもね同じ感じでいけるんやけど、ナースはねもう全然使えないんで、それに比べたらブライトの方がまだやれる、うん、山岡凛よりは難しいけどねブライト、うん、高速移動してサクサクできるっていう意味ではナースが一番むずくて、その次ブライトで、で山岡凛みたいな、そんな感じかなという感じがします。バベチリ組んで見えたら追っていく。いやー、この脳筋立ち回り楽しいわもう最近の発電環境だと普通の豆腐キラーだとできひんからな。あ、死んじゃった。まあいいか。まあほぼほぼ発電機4台で勝敗決してた感じではあるやろうか。あかっ、あーって壊された。そうまあまあ今さら破滅壊されたところで、あ、フシ壊れただけやしね。ところでところでやね。いや、フシのオーラーお菓子能力もほんま強い。うわーい、マジか。もう低かった。うーん、どっちだ。ペンペンで、あ、くそ。あ、今のな、今のでちゃんと発信できないのはよくない。なんかやられてる、なんかやられてる。戻る。おお、よしと。今のやねんな、なんかパパッと周り見渡して生存者見えたらすぐ発信する、入力猶予期間に、ね、それが今できなかったのとかはもうかなり甘いなという感じがしますね。ブライト使いやったら今のは確実に発信して殴ってたところやし、一発壁にぶつかった後にパパッて周り見てすぐ発見して、すぐ突進する。あ、そのあたりもねやっぱうまいブライト使いだったらシャドウボーンもいらないかもしれないけど、まあ、僕的にはその策的、壁にぶつかった後パパッて周り見て、生存者のいる方に発信するのに対して闇井出くんがあると全然違うわけよ今のは効果があったかわかんないけどどうした。置いたらあとは最後に、まあ、かっこよく死の突進で決めたいな。ゲルフリーからのナイデッドハードからのドゥン、えっ、えっ、ブーってくそしょ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 、はい、ぐるぐるぐる、ごめんないで、板倒さないで、倒してくる。待て待て待て、はい、でくるっと回ってからの、あ、オッケー、死のパンチで最後は仕留めることができましたはい、というわけで、まあ、結構早めの試合でサクッと、おー、パッチもある、いけたんじゃないかな。まあちょっとなんやろな、やっぱ1回突進して壁に激突した後パパって周り見て生存者は捕捉してっていうのがキーポイントになってくるんで、その視点移動がめちゃめちゃ激しいからコントローラーだとやっぱ厳しいんやろなっていう感じになるよな。コントローラーだと厳しいキラーっていう意味ではナース以上になるんかもしれん、もしかしたら。でもポテンシャルはむちゃくちゃ高いよね、評価高くなってるだけあって。というわけで、ぜひともブライト使っていきましょう。はい、というわけで気持ちいいキラーやね。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。